100年長生き、全部飲めば永遠の命だ。泉を守ってるの、あなたのような族からね。あなたたち人間に別れとは言わないわ。あなたは何が目的で命の泉を求めるの？ファンが奪いに来たのが命の泉じゃなくて私だったらよかったのに。私すごく嬉しかった。何をやっていた。もしかして完全にこっち側の住人になっちまうところだったぜ。ここに来て何十年、いや何百年経ちやがった。団長どこだ、答えろ。これは未だ人と人ならざる者の世界が分かたれてはいなかった、古の物語。明かされた二人の宿命、魔人王と最高神によってメリオダスには永遠の生、エリザベスには永劫の輪廻の呪いがかけられていた。繰り返す転生、結ばれる愛、そして逃れられぬ死の運命。3000年にわたり幾度となくエリザベスの最後を見取ってきたメリオダス。この呪いを解くことこそが彼の旅の目的だった。記憶が全て戻ればエリザベスは3日で死ぬ。前世の記憶を取り戻したエリザベスを死の運命から救うため、メリオダスは魔人王になることを選ぶ。魔人王になって呪いを解いてやるからな。破滅への道を進もうとするメリオダスを止めるため、エリザベスと残された7つの大罪は動き出す。私は7つの大罪と協力してあなたが魔人王になるのを全力で阻止する。そんな地獄でどこにあるかもしれぬ団長殿の感情をどう探し出す。俺が行く。最高神の名において、愛する者の名において、今ここに7つの大罪とシグマの盟約を結ばん。突撃！そして3000年の時を経て再び始まる魔人族との戦い、聖戦。一方、歪んだ愛情を募らせ暴走するエスタロッサ。メリオダスに取られるぐらいなら俺に食われろ、俺のものになれ。エスタロッサ、このままじゃ大群に飲み込まれるわ。これ以上誰も傷つけないで、あなたの言う通りにするわ。私なら平気。エリザベスちゃん！
ありがとう。エリザベス様救出に手を貸してくれて。それだけが目的じゃねえ。エスタロッサだけは絶対に許さねえ。それにしても奴は一体どこに向かっているんだ。どこだろうと関係ないわ。聖戦を終わらせるためにもマエルの仇をぶちのめすのよ。なぜエスタロッサがエリザベス様をさらったのかはわからないけれど、今の奴はあまりに強大で不安定だ。とにかく急ごう。なんとか追いついたぜ。えらい飛ばしてんな。すまない残飯長、こんなことを頼んでしまって。しかしキングたちを追いかけるなんて急にどうしたんだよ。俺には果たさなければならない目的があるんだ。この命に変えてでも。全員私の周囲から離れるな。メリオダスが暗黒領域を展開し、中にこもることも、私が中に入る術を持つことも、花から見越していたのだろう。奴らに海軍を奪われぬよう、大事に持っておくがよい。ベリアルイの娘よ。そして、我が弟マエルの恩寵を持つエスカノール。傲慢で腹立たしい男だが、こいつの力は間違いなく、上位魔人との戦いで大きな戦力となるはず。残る二人、ヘンドリクセンとギルサンダー。戦力としては乏しいが、それぞれに私と私の器を守るためなら命は惜しまぬ者たち。特にヘンドリクセンは私に心酔している。盾としてだけでなく、器の必ず約束は果たしてもらうぞ、メリオダス。これは天空演武場の跡だわ。いた、エリザベス。エリザベス。やつめ、海軍が暴走した慣れの果ての姿か。エリザベス、俺のものを。エリザベス様を返すんだ。新霊装シャステモル第五形態インクリース。この巨大な眉は一体。どうやらお待ちかねだ。ほっほっほっ、わしらの出番はないかと思っていたが。やはりそうでなくてはな。こいつらは最も古き者と呼ばれる魔人、シャンドラーとキューザック、
凄まじい実力を持ちながら、メリオダスとゼルドリスの指南役として常に魔界に身を置き、聖戦の表舞台に立つことはなかったという謎多き存在。さて、年甲斐もなく暴れるとしようか。凄まじい魔力だ。立っているだけで気を失いそうだ。四大天使長にベリアルインの娘、兄エスタロッサを倒したエスカノール、メリオダスの邪魔はさせん。直接まみえるのはこれが初めてか。そして最後だ。濃密で強大な6つの魔力が空間を支配している。紛れもなくあの6人は地上最強の戦士たちだろう。気は済んだか。ほう、私の一撃に無傷とはおこがましいですね。貴様、坊ちゃんに危害を加える輩は殺す。それは無理だな。ダブルインパクト。それでも魔人王と最高神を欺いた天才悪道か。正直がっかりじゃんの。これが実界すら超える化け物。最上位魔人キューザック、等級168000。最上位魔人チャンドラ、等級173000。ボーリン。確かに奴らの実力は途方もないが、この戦闘をいかに制し、メリオダスを元に戻す鍵を手に入れるかが一番重要だ。数値ではない。今奴は何を。おかしな術を。そうでなくては組んだ甲斐がないというもの。うたたねの、これが悪名高き先行のリュドシエルの技か。まったく、ジジイになると体が温まるまで時間がかかるな、おしゃぶりの。数値ではない。とはいえ、四大天使長リュドシエル、等級201000。奴の力は暗黒の領域において絶対に不可欠だ。ゼルドリスよ、貴様の剣速は魔界屈指だそうだな。ゼルドリス様。ひどい奴だ。女の顔に傷をつけるとは。兄から女の扱い方を学ばなかったのか。あいつ、マーガレットの体を。あいにく俺には女の体に乗り移るような兄はいない。危ない。小賢しい真似を。私を救ったつもりか。奴の攻撃など読んでいたわ。仕方のない奴め。私を守ろうとする覚悟は受け止めよう。邪魔せず見ていろ。我が恩寵閃光に焼かれもだえよ。団長、
その感情を見つけて、あいつらの待つ場所に帰るんだ。つうか、団長の感情を探すってなんだよ。魂みてえな姿をしてんのか。みてえな場所から一緒に脱出しようぜ。クソだ。団長、今どこにいやがる。いい加減しつけえぞ。もう何十年戦ってると思ってんだ。俺はダチを探してる途中なんだ。つうか、さすがにネミ。なんだよこいつ、マジで俺に懐いてんのか。団長、早く一緒に帰ろうぜ。向こうじゃみんながお前のために踏ん張ってんだぞ。それに俺は大事な女に早く会いてえんだ。あ、俺もさ。今のあの竜野郎はどこに。ここにいたのかよ。よう相棒、気分はどうだ。